日立国際電機の湯沢です。で担当はあの海外アジア関係ですねの放送カメラを担当の販売を担当しております。はい、あの BC2008 で のご出店の目玉商品について、はい、あのこちらがですねあの SK1000 というハイディフィニッションのカメラです。でこれはあの先に行われましたラスベガスの NAB で出展しまして、うん、今回、まあ、2度目の展示になります。特徴といたしましてはあのドッカブルという機構になっておりまして、こちらがカメラヘッド、でこちらが今展示してますのはあの光のですねアダプターをつけておりまして、まあ、スタジオの構成になります。でドッカブルということでですねこちらを切り離して必要に応じてですねあのトライアックスのアダプターとかですね、あと、まあ、パナソニックさんの P2 のレコーダーもくっつくような形になっております。今回この HD カメラを出展してるんですけども、あのアジアはまだまだ SD が主流なんですが、あえて HD のカメラを持ってきて、最近のですね、まあ、引き合いはあの HD の話が増えてきておりまして、お客さんの方もかなり今興味があるということで、まあ、なんていうんですか、まあ、市場開拓とかですね、市場の創出ということで持ってきております。で実際にあのベトナムのですね大手放送局さんとかですね、インドの国会、あと台湾、いろいろ、まあ、もう実際に販売納入しております。今回の展示会でのお客さんの反応はいかがですか？反応ですか、やはりこのドッカブルという機構でですね拡張性が持てるということで、お客様のかなり興味を持っていただいておりまして、いろあの各国の、まあ、お客様からあの引き合いもいただいております。はい、あとあの日立国際ではですねあの電波機器マイクロウェーブリンクを海外に輸出しておりまして、まあ、国内でもシェア高いんですけど、アジアでもかなり採用していただいております。でこちらはあのマレーシアの保険の放送局さんとかですね、あと最近はあのシンガポールの唯一の放送局メディアコップさんにも採用していただいて、あの今運用していただいております。まあ、その他あのタイとかですね、あとは台湾ですね、台湾とかでも採用していただいている、まあ、かなり好評いただいている製品です。秋のインタービューに向けて日立国際さんがお考えになっている展開、まずあのこういったあの放送用のカメラですね、これはもちろんあの出展いたしますけど、やはり国内はですねあの電波関係の機器があの販売により力を入れております。先ほど申し上げましたような、まあ、ポータブルのマイクロウェーブリンク、その他にあの放送機関係とかですね、あのデジタルの送信機関係、あと今はまあ一通りそういったものが行き渡ってきているので、それ今度埋めるようなギャップフィラーとかですね、そういったあのデジタル放送の今後普及していくにあたってのなんていうんですか、あの機材ですね、そういったものを中心に出展する予定になっております。シンガポールにも駐在なさってたということなんですが、です92年から97年、5年駐在しております。もうその頃からずっとアジアも注目して、そうですね、私どもやはりアジアっていう市場は非常に伸びる大きな市場ということで、今までずっとやってまいりました。残念ながら97年のタイバーツの暴落を機にですね、アジア市場が不況になったということで、特に放送業ビジネスが不況になったということで一時低迷しておりましたけれども、ここ 2,3 年前からですね、非常に伸びが大きく出てきたということで、今年も非常に期待しているということです。今この2、3年にもすごい市場の伸びが変わってきたとおっしゃったんですけども、はいはい、その長い経験の中でこの2、3年というのは飛躍的な違いがあるんでしょうか？そうですね、特にインド市場というのはテレビ局も毎日何局か新設されるというような市場でして、引き合いも非常に大きい引き合いが今出てきているというところです。はい、特
にこの東南アジアの中でインドにはインドを注目しています。一番やはり大事な市場だと思っています。はい、HD への関心はどうですか。 HD の関心はですね、例えばここシンガポールの放送局メディアコ、そういうところもコマーシャルも HD で放送するような形になってきたりですね、 HD 化というのも着実に進んでいるとこういうふうに思われます。一方例えばインド2つの方分かれておりましてね、 HD 化をする局と SD で更新していく局と2つに分かれてはおりますが、 HD 化の波というのは顕著に現れていると思います。製品開発も東南アジアだけに向けた製品開発はしないとは思うんですけども、うん、東南アジアの方が今後の HD への対応そう対応できるようなですね、やはり HD 化ということはやはりこの局この国のあるいはこの地域の方のサポートするっていうのはやはり HD 化としても価格これが大事じゃないかなと思う。もちろん性能が悪くていいっていうもんじゃないんですけれども、やはり我々も今度 SK-HD1000 というカメラを発表いたしましたけれども、あそこあのモデルも価格的にはリーズナブル手頃なカメラというふうに思っています。そういうことで今回 SK-HD1000 というカメラを発表しました。はい、ご経験の中で東南アジアのユーザーお客さんたちと他の例えばアメリカですかヨーロッパですか、まあ、日本とのニーズの違いっていうのはどのようにお感じになりますか。ニーズの違い、そうですね、やはり、まあ、アメリカもヨーロッパも同じだと思うんですけれども、やはり特にアジアというのはお客様と一緒にメーカーが一緒になってあるいはシステムインテグレーターも一緒になってですね、ものを作り育てていくというのが非常に重要だと思います。ということは非常に長い根気のいる仕事だと思いますね。アジアというのはやはり長くお互いの信頼性というのを大事にした形のビジネスの作っていく、それが重要な何て言うか、キーじゃないかなと思います。だから焦らずに根気強くお互いの利益を認め合ってやっていくという市場じゃないかなと思いますね。だから我々もいつまでもお付き合いができるメーカーとしてやはり頑張っていかなきゃいけないと思っています。その展示の仕方、はい、例えば NAB だと本当に物理的に敷居が高くて、そう、ね、なかなか来れない方、展示する方がいたんですけど、はい、そういうこともそうですね、我々はもう要するにお客様が来てここで商談というよりはまずは私ここに来て私どもの商品を見ていただく、触っていただく、それとまあこうして私も長くお世話になってますからいろんな人にご挨拶させてもらう、そういう場の展示会ってそういう場だとこういうふうに思ってます。やはりここは人を信頼しないと買いませんのでね、ですからまああそこので働いてる彼らが売ってるやつだから大丈夫だろうと、アフターサービスか何かも見てくれるだろうというのが非常に東南アジアでのビジネスは大事なようですよ。はい、そう思ってます。ですからそういう展示の仕方もしております。はい、長年してなさってる国際で日立国際さんってのがありますけども、はい、今年初めて出展なさった日本の企業さんも何件か数社いらっしゃいますね。そういう面で今年は盛り上がり、そうですね、なんか今年は初日はね非常にお客さんの午前中どうかなという心配はしましたけれども、午後から初日の午後、まあ、今日も、時間遅くなってもお客さん来ていただけるという形なので、それからやはり数社新しい日本の企業さんメーカーさんが出展されてますけれども、皆さんおっしゃるのには東南アジアもやらなきゃいかん市場だということで見えてますね。もうそれは非常に我々もいいことだと思います。非常に嬉しいことですね。ですからまあ何かみんなでね力を合わせてやっていければいいな。それから途中で今まで参加されてなかったソニーさん、あるいはパナソニックさん、そういうところも今年はみんな揃って出られましたんでね、
また日本というものの日本の包装メーカーみんなが揃って出てきたというのは非常に嬉しいことだとこういうふうに思います。はい、